キャラ選択まで行ってよ。オッケーオッケー、俺も始めてるよ。あ、間違った間違った間違った。ディスコネクトするとこだった。お、イケさん来た。ただいま。お帰り。さあ、始めようか。周りの枝刈り取られてるもん。豚さんもいる。石が必要か。いいね、豚さんとかもそこ近くにいるからね。いいね。明日からだっけな、これ。ベータ配信。500円で。ああ、そんなこと言ってたような気がする。はい、斧。いや、早く、鳥を捕まえたい。クモの巣とかあれば、すぐ作れるよ。クモは俺は因縁の対決があるから、ちょっと。やっぱり俺何が回復するとか出ないな。ほんと？ベリー拾った？ベリー拾った。ベリーにさ、カーソル合わせてごらん。あ、出ねえわ、俺も。出ない？あれ、俺出ねえな。焼かないとあかんのか。いや、そんなことねえな。あれ、なんでだろう。あ、ちょっと待ってよ。あ、いや、もっと入ってるな。まあいいや。うまく起動されないんじゃないか。どっかでオンオフがあるのかもしれん。ああ。物が壊れちゃう。壊れちゃう。あれ、スコップってサイエンスマシン必要だっけ、作るのに。8やん。8、多分数攻撃しなかったら攻撃してこないよ。あ、音だけ？うん。
っと、もう夜になってきたぞ。あ、ほんとや。ブレさんどこに行ったんだ。どこだろう。池さんがどこ行ったの。ブルワークの下の方、入り口の。ああ俺入り口にいるわ。じゃあこのまま下行くか。あ、いた。あ、あいた。いいな、フライター。二人いた方が倍明るいな。そらな。私の方が早い。汗が来たね。金が欲しいなぁ。何？金。金が欲しいなぁって。あ、何個？あ、何個とかでもただ欲しい。10個。何作れんの？池さんが俺にワープしてくるリング。あ、欲しいね。なんだっけ？なんちゃらリング。なんちゃらリングね。なんだっけ？ソウルメイトがどうたらこうたらのリング。ああ、そうなんだ。まあ、作れたら自分で作っといて。いる。あれ、あ、もしかしてあれってさ、お互い渡すのかな？あ、あ、そういうことか。俺作って渡したらソウルメイトになるってことか。そう。だから俺、自分で使っても効果ねえのか。ああ、自分の場所にワープするから。うん。あ、そういうことかもしれんな。イゲさん、じゃあ作ってみて。俺も作るから。テルさん、俺の好きな。ほんと穴と見れば何でも入りたがるからな、イゲさん。じゃあ、出かけてくるわ。あ、おう。様子見てくるわ、まず。あ、だいぶ遠いわ。だいぶ遠い？待って。うわ、まあ、なめっちゃ遠い、はるか上にいる。かも、ここ。ここあれだ。沼地？ん？沼地？いや。なんだっけ。普通に。なんだよ。焼き旗の地。焼き旗の地って。まあ。あんま良さそうなとこじゃなかったら戻っといて。焼き果たしていいのかな。まあいいけど。でも、あいつらがいるんだよな。何がいるの？うん。顔のついた木。ああ、どうなんだろうね。焼くとあれ出るのかな。蜘蛛たち。ああ、蜘蛛焼き殺して持って帰っといてよ。え。あれ、二体いる。デビルフラワー？え？怖っ。なに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 マーマラ強い。一回の鳥。あ、めっちゃ強い。飛び道具はひどい。いきなりなんか電気光線みたいに吐き出しちゃう。食らったかね。だいぶ食らったの。では。あいつの場所になんか、巣みたいな場所あって、アイテムが二つ三つ落ちてる。
でもなんかそいつを四方取り囲んでんでね、その。うん。焼き旗で殺すしかねえな。殺してやる。俺の焼き旗技術。技術。俺キャプチャーどうやって飛んだっけ？オルト押しながら FQ。デスクトップにしなきゃ多分これ取れないんじゃないか。無理だな。でしょ。ねしねしね。燃えてなくなれ。あ、壊しちゃった。出る？ん？ちょっと炭手伝って。いや、俺ね、行ったところで物持てないんだよね。あ、マジで？うん。顔のついた木とかも全員殺しちゃう。いいね。あんま往復してもあれだしな。あの、産地がさ。ああ。産地がなんか俺100くらいしか、こいつ産地低いのか最初から。産地最初は200だよ。俺、産地マックスなのに110くらいしかねえ。へえ。あとその子火を見ると産地回復するよ。あ、そう？そう。危ない子だから。周り全部火だったのに回復しなかったな。ちょっと待ってよ。何個捨てよう。葉っぱはそのまま消える。まあ、焼き果たしても、あの、鳥たちは死なねえ。倒せなかったの？倒せなかった。どうしようかな、この辺キャンプ地にしようかな。あ、池さんもう夜になるよ。あ、やばいやばいやばい。まだ戻ってこれない。もう一日だけこっちにいるかな。いいみたいな回復するのか。らしい。画面に映ってればいいのかな。どうなんだろうね。まあ、回復してたら、あの、産地の上昇のマークっていうか矢印が出るから。加工してる。種って生で食えたもんね。うん、生で食える。いいよ。
あ、キー足りねえ。壊れちゃった。どうしたの？いや、斧が壊れた。斧が壊れただけなのに笑っちゃった。あ、また違うやつレイリー。今度馬だ。一発の祭壇。エビルフラワーっていろんな種類あるな。そんな。なんか天使の石とか何も意味ないんだもんね。さあ、わかんない。何やかんやに扱えるんちゃう？なんだっけ？デビルフラワー5つぐらいで、魂作れるよ、確か。あ、そうなんだ。うん。じゃあデビルフラワー持ってた方がいい？素人産地下がるよ、それでも。あ、マジで？じゃあ無理だわ。素人だけで産地下がる。これ厳しいわ。どうにかして、押せないだろうか。おい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 、待てや。みんな死ねえ。死ななかった。そう。なんか土みたいな丸っこいやつでさ、うん。拾ったらボフンってなるやつってなんだ。それ掘り返したらね、なんか幽霊出てきたりするわ。あ、そうなんだ。うん。よくわかんない、俺も。拾ってみる。諦めよう。売ってるものがねえんだよな。蜘蛛の巣が手に入ってねえんだよな。うわ取り返してないな。あ、何こいつら。なんかピラミッドみたいな小さいのがあってさ、うん、近づくと上からなんか、幽霊みたいなのが。あのね、その辺あ、まだ行くべきじゃねえわ。でっかい豚さんがいてさ、あ、でっかい豚いる？持ち物あげたらなんか金吐き出したで。おぉ、すげえな、よくわかったな、持ち物あげるって。それ肉とかあげるんだよ、それ。あ、肉あげる。いや、肉持ちきれなくてさ、ずっとカーソルで持ちながら移動してたんでね、もったいなかったから。ああ、すごいね、偶然よくわかったね。そしてギグって出てきたから、あ、ギグしちゃうと思って。ギグしちゃいますよって。ギグした。豚殺していいのかな。
だしね。豚雲より強いで。やっぱり？うん。やっぱり見つけて。耐久力があるわ。雲より。ああ。まだ俺クモすら倒せねえから。クモは平気。クモは一匹だったらぶっちゃけあのツラハシ連打するだけで勝てるで。あ、マジで？うん。いや、寝てるから、ツラハシ連打してみようと思ったけど夜だからちょっとまあいいや。ああ、そうやね。もう暗くなっちゃう。間違えた。うん、豚の尻尾手に入れてよ。お、いいね。皮が欲しいよ、皮。いや、アイコン的にあの、この前見た皮だ。ピックスキンだから皮だわ。ああ、いいね。なんか出た。セービング。セーブされたかってんの。うん。え？一日経つとちゃんとセーブされるで。あれ？この前までされてなかった気する。あ、ほんと？うん、多分。あ、いけた。雲、余裕。近くの雲攻撃するときってさ、うん。クリックしてるアイコンで。そうだよ。アイコンっていうか。雲をクリックしてる。やっぱり？うん。スペース押しっぱじゃ攻撃してくれなくない？うん。いや、他に物いっぱいあるときさ、うん。全然攻撃できなくてさ、他の物にアイコン行って。ああ。ああ、寝てる雲弱え。ふん。最初からこの方法で殺せるだった。ワープしたら炭取り放題だから。マジで？帰ってきて乾燥弾作ってよ。乾燥だな。乾燥だな。いや、も、あ、やばい。失った。雲に引きつらい。帰ってこいや。金が足りねえな。
ゴミは最大何個まで持ってるのかな。乾燥棚って何個必要なんだ。何個だっけなぁ。乾燥棚の名前なんだっけ。わかんない。なんだっけ、てかどこだっけ。あ、肉乾燥させるやつ。せや、あれか。あ、やべ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 、気づかない間に敵の接近を許していた。え、ビームやべえ、画面にいるかいないかのあたりから来る。やべえやべえ言いながら楽しいんだろうな、それは。どっからワープしてきたか忘れちゃった。マップマップ。あ、ちょっと、炭採取し終わったら帰るわ。うん。いや、あと一個あったら、テント作れんだよなぁ、蜘蛛の巣。迷える雲がいないかな。あのさ、瓦礫みたいなさ、部品がいっぱいあるやつっている？歯車？歯車、冷蔵庫に必要。ああ、いや、木捨てよ、4個。あ、やばい。やばいやばい、夜夜。帰りたい帰りたい。早く帰りたい。グリーンマッシュルーマー。
朝になんないかな。なんかシャー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 聞こえるんだけど。ゲーム内、現実？ゲーム内。あ、間違えた、看板作っちゃった。いらねえんだってこれ。看板好きだね、作るの。この辺立つとこ。この看板は何の意味があるんだろう。何なんだろうね。まあ、目印とかになるのか？マップに映るのかな、ちゃんと看板。あ、看板目印、あれ、マップに映るわ、ちゃんと。あ、映る。ワープホールからね、1時の方向にまっすぐ戻ってきたら、俺のいる場所に来れるわ。種、種。いるね。